クロシンは、水溶性のカロテノイド系の色素である。クロチンとも呼ばれる。カロチノイドは、基本的に使用性の分子である。事実、クロシンのカロチノイドの部分であるクロセチンの部分は、比較的使用性が高い部分である。しかし、クロシンの場合は、水溶性の高い糖である現地オビオスを、合計で二分子、エステル結合させているため、 水溶性の性質を帯びている。クロシンの分子式は C44H64O24 だが、この中で電気陰性度が高く極性を持ちやすい酸素原子の大部分は原地帯オスの部分に集中している。この酸素が水からの水素結合を受容でき、さらに水酸元は水への水素結合を供与できるために水溶性が高まっている。また、 カロチノイドは一般に分子内に強薬系が伸びており、人の可視光線の波長域を吸収する。クロシンの場合も、クロセチンの部分が、そのような部分である。クロシンのメタノール溶液から再結晶させた、クロシン水和物の針状結晶は、赤活色を停止、その蒸圧での融点は、摂氏186度である。また、クロシンは温水に溶け、 橙色の水溶液を与える。クロシンは天然に存在する化合物である。例えば、サフランのメシベ、口なしの果実などに含まれる。クロシンは食品の着色料として古くから用いられてきた。クロシンは脳の機能や睡眠などに影響を与える。ありがとうございます。